ロッキードモデル34ビッグディッパーロッキードビッグディッパーは第二次世界大戦末期にアメリカ合衆国のロッキード社が戦後の民間用系飛行機などの需要を見込んで開発したに座席の系飛行機である一機が失策されテスト飛行を行ったが事故で失われた1944年の末に第二次世界大戦後に軍用機の発注が減少する ことを見込んで、ロッキードでは自家用機と軍用の連絡機として使用できるに座席の機体の開発を行った。機名は北斗七星のことである。バーバンク工場で設計された機体は支柱などのない低翼単容器で、エンジンをキャビンの後方に置いて延長シャフトでビブのプロペラを駆動する設計であった。空冷エンジンの冷却はファンで機体下部から取り込んで行われた。 1945年7月にバーバンク工場で完成した。開発は秘密のうちに行われ、完成した機体は陸路パームデール飛行場に運ばれ、1945年12月10日に初飛行を行い、40時間ほどの試験飛行が行われた。良好な操縦性、性能を示したが、向かい角の大きい上昇時に翼の一部に失速を起こす。 不具合が発見された。改善のために、バーバンク工場に飛行して戻る時にも秘密を守るために、短くて、やや上り坂の短い滑走路を用いることにした。その結果、試作機は失速し、墜落して失われた。ロッキードの見込んだ、戦後の自家用飛行機の市場の拡大も見込まれないということから、ロッキードの軽飛行機開発のプロジェクトは中止された。 ありがとうございます。